ひろけんさん、アンケートありがとうございます。多分ですね、まあちょっと僕の意見を言わせていただくと、まあこれなら稼げるっていうノウハウですよね。だからノウハウというか、これ、これなら稼げるっていうノウハウじゃなくて、スキルにフォーカスした方がいいと思いますね。スキルとか成長ですね。どういう自分が成長すれば稼げるのか、稼げる人間になるのか、どういう、うーん、スキルを 助けるるるととと稼げる人間にになるのかっていいいいうところにフォーカスした方がいいと思います。僕はそっちなんで。で、ノウハウにフォーカスしてると、まあ、ずっとノウハウを探す旅を続けないといけないですよ。まあ見つかればいいですけど、見つからなかったらどうするんですかっていう話で。しかもネット上にめちゃめちゃいっぱいあります。めちゃくちゃいっぱいある。情報ね。これがいいよ、あれがいいよっていう。で、そのノウハウの旅は僕は難攻不落だと思いますけどね。 もうあのこんな荒波をどれがいいんだみたいな感じでずっと探すでその旅をしっかりその、うん、終わらすというかいい自分が確信持てそうなノウハウこれだこの島だみたいなこの島ならみたいなねすげえ難しいと思いますよねまあ確率は0%ではないですけども低いかなとだか成長とかスキルだったらほぼ100%に近くなるんですよ で僕がじゃあどういうスキル成長にフォーカスしてるかっていうと喋る伝える力ですね。喋る伝える力とあとコピーですね。この2つだと僕は思ってるんですよ。この2つのスキルがあれば稼げると思ってるんですね。まあとはまあも,もっと言うとマーケティングもあるんですけどもなんかそのじゃあ喋るっていうのは何かっていうとあの選挙とかもね国会議員とか決める。 なんかリーダーを決めるときって、まあ、選挙活動何やってるかって演説じゃないですか演説ですよねだから結局そのリーダーを決める、うん、それもスピーチなんであのアメリカ大統領を決めるときもスピーチ演説じゃないですかで黒人で、まあ、ちょっと古いですけど黒人で初の大統領になったオバマ大統領もイエスチェンジイエスチェンジチェンジだったかななんかスピーチが響いてね大統領になりましたけどうん 基本的にまあテレビ番組はトークだし、うん、あとまあ文章もネット上にあるものって全部文章じゃないですか。人は何を見て感動するのか、何を見て行動するのか、クリックするのか、うん、トークを聞いて票を入れるのか入れないのか、要は人を動かせるということですね。文章で人を動かせるし、トークで人を動か,動かせるわけじゃないですか。だか動かせるってことは商品を買ってもらうこともできるし、アフリエイトもできるわけですよね。 みたいな、このスキルがあると、もう、なんか飯食えるよね、みたいな、僕はそっちにフォーカスしてるので、なんかあんまりブレないですよね。でも、ノウハウだと、ブレるブレないというか、探すたびなので、うん、ブレるのが必然ですよね。あ、やっぱ違うなと。あ、最初はこう思ったんだけど、違った。やっぱこっちかな。うん、ちょっとやってみたんだけど、ダメだ。やっぱこっちかな。うん。最初は確信があってやったんだけど、やっぱ確信が折れる場合もあるじゃないですか。 やっぱ思ったより違うと。最初は行けたんだけど。とかね。あとトレンド系のノウハウだったら、最初はうまくいった。でも、そのトレンドがその、落ちてきて稼げなくなるってこともあるんですよ。昔トップバズみたいなのはありましたけど、トップバズ稼げました。一時期ね。誰がやっても。本当稼げた。だけどトップバズ今もうなくなりました。収益ができなくなりました。みたいなね。だそういうこともあるんですよ。運営側がっていうところもありますし、一時期はトレンドで稼げたけども、なんですかね。 稼げなくななるってこともありますのでなんかその革新をどころ革新のセンターピンをノウハウじゃなくて違うところに持ってった方が僕はいいんじゃないかなと思いますねじゃないと多分ずっとノウハウを探す旅を続けないといけないのでうーんなんで僕がおすすめするのは単純にあのトークとコピーどっちかですねコピーだけでもいけるんですけどまああとはそのコピーをコピーというスキルとマーケティングですねトークという ただ、喋りがうまい。じゃすだけだと、それは、ま,あ、またそれではそれで難しいので、あのその喋れる、プラスアルファ、マーケティング、要は集客できたりとか、どういうふうに販売していくのかっていう、こう、戦略とか、そういうのですね。うん。だから、まあ、どっちかっていう、僕はこっちをお勧めしますけど、まあ、もともともも昔僕はゴーストライターで、まあ、物書きしてましたので、うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけども、 ノウハウではなく成長スキルそっちの方にフォーカスしていただいた方が、まあ、今後1年後2年後3年後変わってる確率は非常に高くなるのかなとただノウハウを探す旅だと1年後も2年後も3年後も5年後もノウハウを探している確率が高いかなとだっていっぱいい,、まあ、いっぱい本当に情報ありますんでうんな感じですかねまあ、今回のあのプレゼントはコピーの まあ僕はコピーかトークだと思ってますので、まあ、コピー勉強していただくといいと思いますけどね。うん、はい。ということで、無料プレゼントはメールの方で記載してますので、ご確認いただければなと思います。ありがとうございました。